沢城先生、ちゃんとやってください。沢城先生はどういう男の人が好みなんですか？聞きたい聞きたい。めんどくさい。先生教えて。どういう人好きなの？ちゃんとしてる人。そうか。一応将来のため貯金とかちゃんとしてる、ちゃんとしてるわ、うん、杉田さんちゃんとしてる、うん、どうしよう、今不覚にも素敵だなと思ってしまいました。やっぱ貯金大事ですか、うん、女性の皆さん女性の皆さん、俺もなんでこんなリアル情報を出してんだろう。でも満場一致でうなずいておりましたので、今すごく前向きに考え、あ、そうですね、貯金してる人好きです。なんでかね、描いてんの。あ、自分の絵を描きますか。シャンマも描いてみなよ。描く？あれだね、前回かな、桜井兄と堀江さんと福山さん、みんな、あの、桜井さんすっごい絵心がある。桜井さんってこんなに絵心ある方だって私知らなくて。昔似顔絵を描いてもらったことがあって。確かにこれは見せたいですね、そのお客さんに、ね、堀江さんの画力もかなりあって、描き慣れてるんだよね、なんか絵を。そうそうそう。絵を確かに描き慣れてる人、悪かったですね、描き慣れてなくて。これだってそうだ。出た。描き慣れてるのは別のもんだ。杉田さんはだって上手に描こうとしてる気がないじゃない。黒白。沢城さんは上手に描こうとしてこれだから。黒白みゆきが出た。何？あ、すいません。じゃあ納得がいくまで聞こう。多くの人はそれで逃げちゃったりとか、うん、諦めてしまうけど、俺は沢城さんは諦めない。なんだろう、私たち結婚する前提なのかな。なさこりゃ。んでも確かに貯金ね。貯金してる。俺は諦めないぞ。うん、ええ、うん。何の話題でしたっけ。どうしたの、どうしたの。まず深呼吸しようか。何自分で言ってたはずじゃないました。おい、ちょっと待てよ。イチャイチャすんなよ。なんだこりゃ。俺が絵描いてるさ、間にさ、どうしたの、イチャイチャすんのやめてもらっていいかな。今日は鼻が出るんですよ。いや、関係ないし、それ。どうしたんですかそれ。お茶を濁すか。ちょっと待って、ちゃんとやろう。お茶を濁す。俺自分で持ってきた棒を食べた方がいいかな。チョコ食べて。